こんにちは、ドクターハマーです。すいません、冒頭からかなり、音質の悪い音楽を流してしまいまして、お聞き苦しいところあったかと思うんですけども、椎名林檎さんの、有り余る富という曲からの抜粋だったんですけども、前回第1回目の嘘の話をした時にですね、まあ、これを聞いた妻が、この歌を思い出したということで、抜粋させてもらったんですけども、いつも言葉は嘘をはらんでいるという、まあ、少し私が言った、前回話しましたその言葉って何でも嘘になりうるんじゃないのっていうですね、そういう言い方よりは若干そのマイルドな感じ、はらんでいるという言い方なんですけども、まあ、似たようなことを歌ってらっしゃるなということで、冒頭入れさせていただいたんですけども、で、じゃあ、嘘、言葉っていうのが、何でも嘘になり得るっていうことですよね。で、嘘の心理学で話されていたカテゴライズも、あまりそれほど意味がないんじゃないのかと。何でも嘘になり得るんだったら、カテゴライズしたところで何になるっていう話ですよね。あるんですけども、じゃあ嘘って一体何なんだろうと。で、それを私も考えたんですけども、やはりその裏側にある真実の方ですよね。そちらの方をなかなかその信じきれない、100%はちょっと信じきれないっていうですね、そういうこう悩みといいますか、葛藤っていうんですかね、その信じられないっていうのは、その自分自身が真実と思っていることもそうですし、それが果たして他の人に伝わるだろうか、嘘と取られないだろうかっていうですね、そういう不安もあると思うんですよ。ですから、嘘っていう言葉は、そういったその私たちのこうなかなか逃れられない、完全には消し得ないですね、その葛藤のようなものを表彰してるんではないのかなっていうふうに考えたんですね。それで、嘘っていうものが、まあ、私たちのその不安といいましょうか、そう、葛藤ですね、信じられない。自分のことであっても、他人のことであってもですね、まあ、信じられればそちらの方がいいっていうのは、少し考えれば誰でも分かることではあるんですけども、分かっていても完全にはそのマイナスの方ですね、可能性を消し去られないっていうですね、そういうこう悩みがあるんですね。で、ただその嘘っていう言葉がこの世の中にこう存在している、その存在の仕方を見ているとですね、その前回も終了間際に申しました、その嘘も方便とかですね、いう話もある通りですね、何らかのやっぱり私たちにその役に立っているというかですね、あることによって救われるところがあるんじゃないのかなと思うんですよね。で、そこで果たすその、言葉の役割ですよね、その嘘っていう言葉自身が言葉ですから、まあ、当たり前のことですけども、その言葉っていうものが、もう何でも嘘になり得るということは、まあ、何て言うんでしょうか、何かをその完璧にですね、その証拠立てて、私たちのそのこう論ずるところをディフェンスしてくれるとか、そういうことではなくて、そういう意味の、役に立つということではなくて、そのただ言葉があるっていうだけで、そのワンクッションを置けるといいますか、そこにとりあえずその曖昧なものを投げかけてしまう。で、お互いにそれは理解し合おうよというところですね。そのおそらくその時差は必ず発生するんですよね、その分かり合うっていうためには。その方や本心で話しているのに、片や信じてもらえない、嘘だと思われているとかですね、そういうのって、決して幸せな状況ではないと思うんですけれども、ただ、時間を置けばですよ、
嘘というものを軸にしてですね、あれは決してあの時は嘘と思ったけれども、そうじゃなかったっていうことが分かったりですね、そういう意味での、その私たちを救ってくれる。特にですね、その実際その嘘を吐く前に、やはりいろいろその嘘を言ってしまうっていうことは、悩みなりそのすっとこう思い通りにいけないだろうなという疑いのようなものがあるからこそ、嘘に頼ったりしてしまうんだと思うんですよね。で、そこでこう悩んでですね、その何もできないっていうよりは一旦吐かしてもらうと。で、それについて、当然嘘ですから、現実、他の人が見る現実を乱してしまうかもしれないと。ただ、そうではあっても分かり合う可能性はあるよというですね、そういう意味での、かなり消極的ではあるんですけども、救いになりうるんじゃないのかなと、なっているんじゃないのかなということを考えるんです。それで、嘘っていうものも、私たちのですね、救いになり得るんじゃないのかっていう話をさせてもらっているんですけども、だからといって嘘っていいことかっていうと、必ずしもそれは言えないと思うんですね。どちらかというとやはり悪いことだと。ただ、例えばですね、そのよく嘘の、研究なんかでですね、子供って何歳頃から嘘をつき始めるんだろうみたいな感じですね。それで科学的分析とか言ってですね、あとは論理的に、これなら嘘、これは真実みたいな感じで、しらみつぶしに嘘を潰していこうみたいな試みをしがちなんですけども、それって逆に我々のその救い、我々にとって救いになる部分を潰してしまうという意味で、かなりその自滅的というか、自殺行為というかですね、あんまりいいことばかりじゃないんじゃないのかと。ということは、嘘は優しく、もっとマイルドにですね、残していこうよということを言ってもいいんじゃないのかなと。で、前回も実はさらっと申し上げたんですけども、最近ですね、私たちってその真実だ嘘だっていうのをあまりにもクソ真面目にですね、突き詰めすぎてんじゃないのかと。それがもし本当だっつうんだったら証拠出してみろよみたいなですね、そういうことを言い合っていると。それは多くの場合は非常に真面目に取り組んでいるからこそ、そういう話になるんだと私は信じているんですけども、ただそれもちょっと真面目すぎるよと、硬すぎるよと、もうちょっとですね、その人間って不完全なもんだっていうのはみんな分かってるはずですし、嘘だってやっぱり必要なんですよね。ですから、もう少しその寛容な見方っていうんですかね、そういうのが必要なんじゃないのかなと考えるわけです。では、ということで、じゃあ、野放図にですね、嘘をつきまくれ、これはもう何だって嘘なんだから何言ったっていいんだっていうふうになってしまうと、それはもうまさにカオスですので、やはりそのいい嘘、悪い嘘っていうですね、そういう区別っていうものはかなりシンプルにですね、分かるようにしておかないといけないんじゃないのかなっていうことを考えるんです。